今から練習するのは、みんな広がってポーンと持って1な。で、次はどっちでもいいから軸足決めて、最初左足にしようか、左足軸足決めて2、2、2、2、どこに2置いてもいいよ、ね、っていうピボットの練習します。はい、じゃあ元の位置に戻って、はい、コーチがやってからポーンと掘って、はい、そこまでやる、ポーンと掘って両方掘って、はい、で、右足を動かせ、左が1ね、今ね、はい、今は両方1だけど、左を1に軸足にします。で、2動かす、コーチと大丈夫、動かす、ね、ここも足しっかり、コンバースの針やからしっかり押さえつけるってなるところです。あのな、で、この軸足がツルツルっていったら3やで、トラベリングなんだね。なぜかって言ったら、1、2やけど、これをツルツルっていったら3、3になってしまう。なので、しっかり軸足。ね。今、1、2動かしました。はい、今度は2を、こっち、2。もう一回ぐるっと回って、後ろ。はい。で、もう一回回って、元に戻ってきて、戻ってきたな、いいですか、はい、もう一回行きます、ポーンと掘って、ポーンと掘って、はい、OK、 いいね、せーの、はい、ボールを出して、1、2、3、はい、4、戻ってきた、 OK、 ここまで大丈夫、大丈夫、はい、OK です。そしたら今度は反対回りですね、反対回りは、はい、で、ポーンと掘って、パ、はい、で、1、前出して、ここまで一緒、1、一緒やけど、この足を後ろ、後ろ、2、下がる、もう一回下がる、3、もう一回下がる、4、はい、もっと変えてきたな、こっち回りもありです、当然ね、いいですか、はい、もう一回やってみて、ポーンと掘って、前に1、行こうかな、これでドリブルしていったらいいんやけど、行こうかな、はい、後ろにやめておこうかな、反対行こうかな、もう一回反対行こうかな、はい、っていう風にしたら、戻っていきたい、いいですか、で、今度は反対足をポーンと取って、パー、はい、右足がコンパスの範囲な、今度は。なので、左足が、はい、前、はい、前。で、反対に、くる。もう一回また右を、くる。はい、もう一回、くる。両手で持ってボールは、両手でしっかり両方たくさんで。いいですか、そのまま行くで、もう一回、ポーンと掘って。はい、いいよ。右足、右足から、はい、前に。はい、3、はい、4、はい、戻ってきた、はい、 OK です。今度もう一回ね、反対いきます、よーい、パッ、はい、で、左足を前1、行こうかな、左足ぞーっと見せかけて後ろ下がる、はい、下がる、右足が軸足やで、はい、また下がる、はい、また下がる、はい、OK です。こういうのがピボットです、わかりましたか、はい、じゃあもう一回集合して座って、